だろ今のは。この番組はこのスポンサーでしょうな。おい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 、ちょっと皆さんどうもこんにちは、マイスクリーム講師のデスノリー様でございます。今日もよろしくお願いします。ちょっと止まんねえじゃん供給が。今日はこちら、肉食のライブより、マトリョーシカ、ギロさん×メイちゃんさん、こちらのリアクション動画させていただきたいと思っております。やばい、もうびっくりした。昨日これ上がってて、メンターは出たもん、こうやって漫画みたいにピャッて出て、いやもうなんだろうね、サンタさんなのかなって思ってる。肉食のチームの皆さん、サンタさんなんだろうね。こう見守ってくれてんだろうね。欲しがってんなっつってね、え、ほんとありがとうございますって感じで、今日こちらの動画リアクションさせていただきたいなと思ってるんですけれども、まあ見ていただいてわかる通り、今日はゲロさんを、気合入れて身にまといつつ、そしてこの見てください、このパンツも今日は肉チョモファッションということで、メイちゃんさんがよくお召しのニードルズのトラックパンツを履いておりまして、でそれだけだと思うでしょ。これも履いてくからこの見えねえけど、このゲロさんとお揃いの色違いのこのアディダスバレンシアガコラボシューズも履いておりますから、私見えないけど、そこまでちょっとこだわってやらしてもらってますから、うちは。はい。原材料にこだわってやらせていただいております。まあ、私、肉チョモリスナーでありつつ、ボイストレーナーでも一応あるので、まあ、トレーナーならではの視点で解説できることもあるかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。って感じで、このチャンネルでは日々発生関係のお話だったりとか、ボイトレ関係のお話、あと今日みたいなリアクション動画とかアップしてますんで、まだチャンネル登録をお済みでない方、ぜひこの機会によろしくお願いします。あと、この全身肉チョモファッションに、ぜひ高評価もこの時点で押してもらえると嬉しいです。じゃあ、本編いっちゃいましょう。来たでしょ、これはもうマジで。で、この原曲というか、歌ってみたバージョンのマトリョーシカといえば、もう1000万再生を優に超える超人気作品、そのライブバージョンというか、ね、見てるこっちが気合入りますよ。もう見る前からいいもんな。見なくていいっすか、もう。終わっていい終わっていいっすか、今日この動画。まあそうはいかないね。そうはいかないので、じゃあ見ていきたいと思います。いくぜ。名曲、いつまでたっても色褪せないこの名曲、煽ってますね、メイちゃんさん。まずここなんですけど、このメイちゃんさんがまずこの結構余裕そうにね、なんだろう、こういい意味で水拳みたいにこう気だるめにちょっと歌うっていう、ここパートなんですけど、これさ、これ低そうに聞こえるじゃないですか。メイちゃんさんがこういう風に歌うと。そんな低くないんだよ、ここ。わかります？特に、まあ男性にとってはそんなにここ低いとこじゃないんですね。特にね。ここの、マトリョーシカのここの部分とか、A、ハイ A なんですよ。A の4番っていうピッチで、これが出せない男性なんかめちゃくちゃいるぐらい結構高いんですよ。有名なとこで言うと、粉雪の一番高いところとかと同じ高さなんですね。でも、こんなに余裕でやっちゃってるから、もうなんか喋り声ぐらいの感じでさ、歌ってらっしゃるじゃないですか。まずこれがすごいなっていう。着目ポイント。見逃されちゃいそうな、まずすごいポイントです、ここね。ギロさん！ギロさんやな。今のは、今のは反則ですよ。見ました？皆さん、一瞬のベロ出しの表情、ベロさん見ました？こういうあざとい感じの表情とか100万回ぐらいやってほしいですよね。でその前の動き見た？なんかこんなやってましたよね。こんな動きできないぜ、マジ。これね、前シャンティの、リアクション動画でも、言わせてもらいましたが、運動神経良くないですか、ギロさん。なんかその曲をさ、なんかコメント欄とかにもちょいちょいありましたけど、こう、今さに憑依させて、全身で表現してる。もうだけじゃなくて、もちろん声でも表現してるみたいな感じで、多彩ですよね。もう多彩も多彩ですよね。それが垣間見える。
本当に。あ、セクシー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 今の。悪そうだ。なんかさ、このメイちゃんさんがさ、ちょっと声揺らすのフェチの人います？僕の他に。悪そうだみたいな、悪そうだみたいな。これむずいよ、これ多分。悪そうだ。そう、こういうのもあるよね。悪そうだ。このウボインとかをさ、強調してくる感じっていうか、この音のこの節々で、あんまり母音をぼやかさないで、あえてこう、はっきりめに言うことによって、その音の関節作ってくるみたいな。これも結構メイちゃんさんの得意技であり、セクシー、ハイパーセクシーポイントだと思うんですけど、これいいっすね。これいいよ。ゲロさんの家業好き。深くまで、この、家業すごいはっきり言うことが結構多いんですよね、ゲロさんね。深くまで、わかります?深くまで、こういうニュアンス。これもすこ。あ、サビですね。あのねじゃなかったね、ここ。聞きました?わかります?あのね、あのね、あのねです。あのねじゃないです。は、は、はって入ってて、こうフェードインする感じになってます。あのね、もっといっぱいって感じになってんだね。おもろい。メイちゃんさんっぽいっすね。ほら。いいね。お二人とも余裕でやってらっしゃいますけれども、ラシャープ。A シャープですよ、おそらくここ。さっきのとこよりより高いんですけど、こんな動きながら余裕そうな表情で歌ってますよ。で、ここやっぱ個性出てますよね、それぞれのさ。ちょっと聞いてこっか。うん、この感じ好きなんだ。カリンカマリンカなんつうのこの、常にさ、ちょっとだけ鼻に抜いてる感じ。わかります?それがそのメイちゃんさんのけだるさのポイントでもあるんですけど、なんかね、説明が難しいんですけど、はんのねとかもそうなんだけど、ずっと N がいるんだよね。干渉し続けてる N が。わかります？はんのね、はんのね、はんのね。カレンカマレンカとかもそうなんだけど、わかります？ N。ちょっと鼻感がずっとある感じ。うん。どうしようかどうしようかのとことかもちょっと N 感あるんですよ。よく聞くとわかると思います。剣叩いてます。でね、これね、面白いなと思ったのが、ゲロさんの方が、なんか皆さんの印象としてですよ。まあわかんないけど、僕の予想としては、皆さんの印象としては、ゲロさんってめちゃくちゃ地声みたいな。イメージ。地声が艶やかに出てるタイプ。メイちゃんさんは、なんか柔らかく歌うタイプみたいな印象を結構持ってる人も多いと思うんですけれども、このライブ、この映像に関しては逆で、これ面白いなって思ったんですけど、ゲロさんの方が、声のコンディションとしてはちょっと裏声寄りな感じです。メイちゃんさんの方が、この時に関してはバチバチ言ってる感じの印象ですね。もちろん柔らかいんですけれども、その声帯の接触の仕方に関してはメイちゃんさんの方がバチッと言ってる感じ。ゲロさんの方が少し柔らかく使ってるような感じがします。ゲロさんの方がよく聞くと、音の輪郭がこうなんか、フェードな感じが、これに関してはあります。メイちゃんさんもフェードな感じではあるんだけど、ちょっとこう種類違い、ちょっとニュアンス違いのフェードな感じ。芯はありながらのフェードみたいな感じ。ゲロさんは、割意外とこうふわっとしてる印象がありますね。うん。これおもろいなと思いましたね。大盛り上がり。あ、交代。ナイスハモリ。くっつって、たまらんすね。しかもなんかいろいろなニュアンスをここも入れてきてくださってる、これ。感謝、マジで。きっと私はこれ得意な技ですよね、ゲロさん。きっと
どうでもいい、きっと私はどうでもいい、ちょっと落下して入ってからその次はグンってがなるみたいな感じで、もうマルチみたいな、マルチにいろいろとやってから脅威。はい、オラオラメイちゃんさん、動いてる。あ、これいいよね。これさ、歌ってみたバージョンでもそうなんですけど、ちょっと音階変えてるんですね、これオリジナルとね。ちょっとアレンジなんだよね。そうだ、受け止めて、その両手でちょっと巻き舌なんかも入れてきちゃってる。このさ、ゲロさんのビブラートで終わるフレーズあるじゃないですか。例えば今で言ったら、できないな、この部分なんですけど、このビブラートで終わる部分の響きの増幅、これがね、ゲロさんの特徴であり武器の一つだと思っていて、すごい響きが広がるんですよ、ビブラートでね。ドアーって感じで、多分後頭部あたりの響きなんだと思うんだけど、をね、すごくね、こう増幅させてるんですよ、ビブラートのところで。これが、ゲロさんの声が伸びやかにみんなが感じる要因の一つだと思ってます。ここ結構わかりやすいです。わかります?できないなーみたいな。まあ、ここまでな、わざとらしくないかもしれないけど、こう広がってるんですよね。うん。随所に出てきてます、これはね。カメラのアングルもいいですね、これね。メイちゃんさん、こう、下からこう、舐める感じ、良かったですね、今ね。あと、ここはメイちゃんさん、結構、オラついてません？オラついてません？泣かないなーみたいな、ちょっとがなってるよね。しかも、ここもオラシャープですからね。めっちゃ高いとこでがなってますよ。ライブで。とんでもねえな。とんでもねえ。今の好き。ダメやーみたいな。いいですね。もう僕がやったらただトギピーのモノマネしたのかな、この人みたいになっちゃうんだけど、ギャロさんがライブでやるとすげえかっこいい愛の手になってますよね。これ今の好きだわ。巻き舌ハイトーンみたいな。ダメやーみたいな。いいですね。しかもこのリズムがいいよね。ここで入ってくるとテンション上がるよね、こういうのって。いいですね。いい。ああ。幸せや。ここいいね。ここさ、余裕があるからさ、ここ、フレーズの前後も余裕があるし、音域的にも余裕があるから、この二人が結構なんか、ニュアンスいいですよ。ここ、ニュアンスいい、二人とも。酔いつぶせちょっと、オラつきメイちゃんさんも垣間見えつつみたいな、この優雅な感じと、歌い出せここもさ、ゲロさんまた響かせてるの分かります？せーちょっと下顎もグッと出してさ、そうそう、せーって言ってるの分かるじゃん。クーってやってこう響きを増幅させてるような感じ。音程良すぎでしょ。やばくない？このさ、静かなパートで音をこんなに外さないっていう、このプレッシャーへの強さね。マジでゲロさんってライブ強いっすよね。いつも思うわ。まあ、もちろんメイチャーさんもですけどね。本当に思いますね。こんなバチバチなことあります？ボーカロイドなのかな？ゲロさんってね。なんか人間に見えるけど。多分そんなんだと思うわ。そういうことにしましょう。
うら、ここ分かりやすくないですか。僕がさっき言ったゲロさんの方が意外とこの時にはなんかふわっとしてて、メイちゃんさんの方がバチッと言ってるよっていうのはここで結構垣間見えやすくて、メイちゃんさんの音が意外とこの静かなパートだとゲロさんの声の後に聞くと結構固めに聞こえるの分かります。もちろん柔らかいんだけど、柔らかさの中にこう硬さを感じるの分かりますか。のでメイちゃんさんの方がこの地声感で言うとこのライブに関しては多いんじゃないかなっていう僕の見解。チバチチバチね、完璧、高いんだよこれ。イエイエイ、あ、承知承知しました。最後、いやー、いやー、いいね、めちゃくちゃいいね、元気出るよ本当に、本当ありがとうございますって感じですよね。いや、こんな贅沢なステージをさ聴ける時代、感謝マジでいいですよね。この属性がさやっぱ違うし、そのメイちゃんさんってさ、もともとさゲロさんのこと大好きだった方じゃないですか。で今肉チョモランマっていうチャンネルを一緒にやられてて、そしてステージをこう一緒にこなすようにまでなってるっていう、そういうとこも考えちゃうと、なんかもうなんか生まれそう、なんかもうなんか卵とか産んじゃいそうな気持ちになる、わかりますというですね、大変素晴らしいライブ映像が供給されてしまいましたので、すいません、我慢できずリアクションさせていただいてしまいました。本気様の URL 概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックされてみてください。今日の動画良かったよという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、デスノリ様がお送りいたしました。バイバイ。